普通に普通に言ってる通りにできたかなみたいな感じですかね。はい。ライジンの全体の舞台ってどうですか。初めて参戦した。まあいっぱい人いるなって思ってましたね。はい。いっぱい人いるなっていう感じだけです。別にやることは一緒なんで、ただ人が多いところで盛り上がってるところでただやる、ただそれだけなんで、何も私がやることに関しては何も変わらないので、はい。私は1ラウンドからもう圧倒的に畳みかけていったと思うんですけども、で最後綺麗に順位で決めて、で試合も自分のプラン通りにできたって感じですか。試合も圧倒的にもう最初から言ってたじゃないですか。その相手に対する恐怖心とかそういうのなかったですか。別になんか投げて倒した瞬間は別にそんな抑え込めた時にはもう別に勝てるなって思ったんで、全然怖い感じもないかったですし、勝つ気しかなかったですね。はい。じゃあもうそこは緊張も何もせずいつも通りにただやって勝ったっていう感じですか。そうですね。はい。で試合後あの世界に行っちゃうというような発言もしてましたけど、はい、あの辺のシーンってどんな感じですか。まあ最初から言ってるので早く走ってもらわないとダメだよっていう、ただそれだけですね。はい。でオファーされれば今後もライジンでやっていく、まあ、考えて、はい、そうですねとは思ってますけど、今後やりたい選手とかって言いますか。いや別に特にないですけど、まあ、今回見てもらった通り、まあ、でかい相手とやって一本勝ちしたんで、まああれよりも強い相手じゃないと、まあ、満足できないかなと思ってますね。はい。ライジンでっかいというとあのギャビン選手とかいますけど、はい、ギャビン選手のオファーがあったらどうしますか。そうですね、まあ考えて、はい、やるかやらないか、やるかやらないかを別に決めるだけなんで、まあ今ここでパイやりますってわけじゃないですけど、はい、ありがとうございます。Hello, congratulations. Good to see you again. In the very beginning of the fight, you hit her with a huge overhand right. And you're 73 kilogram and she's 88 kilogram. And then for 20 seconds, first round. And again, the beginning of the second round. For 20 seconds, you guys just exchanged right hands like Pride Never Died, Don Fry versus Takayama. Tell me what you think about that, and I think that you, all the fans like, you show big heart, Yamato Domashi. 第1ラウンドですね、が始まって、非常に強いオーバーヘッド、上からの右を入れられたと思うんですけれども、実際、そのギングライナーさんは72キロ、そして相手が88キロという、まあ、非常に大きいんですけれども、それだけまあ入れられたと。でその後休憩を挟んで、第2ラウンドに入って非常にその後はですねお互い右の攻防戦ということになったと思います。でその中で私たち今彼の心に届いたのはとてもなんか大和田氏を見せていただいたなというふうに感じたんですけれども、そんなまあ戦っている中でそんな気持ちはあったんでしょうか。まあ、元から柔道やってきてるので、まあ、絶対負けないっていうのもあるので大和田氏っていうかまあわーの心なんですかね、わかんないですけど、はい、まあ、負けないっていう気持ちでずっといつもやってるので、まあ、そういう感じですかね。はい。So I've been practicing judo since young, so I am quite confident that I will never lose. So I don't know whether I was able to express any of the Yamato Damashi or not, but I always try not to be influenced by the environment or any atmospheres around myself. That's how I fought today as well. And another question. She is so big and strong. Her first best chance was first time crucifix. She tried hard to bridge you, but you have very good balance.
and stay on top and keep getting crucifix position. So, did you know after her first big attempt to bridge you, to reverse you, roll you over, did you know after that you would have total Newaza control, total ground control? After that, I rolled with you a month ago. I know how strong your base, your balance is. And follow up question, now that you face someone big and strong, are you ready to fight the Gabby Garcia, even though she's like 110 kilograms or more? はい、今回非常に相手が強い、まあ、大きい選手だった、まあ、ご自身よりも非常に、まあ、重い体重の選手であったということなんですけれども、その中で、その相手方の方からブリッジで、ひっくり返されるような時があったんですが、その後非常にいいバランスをとってネマウザに入れられたというふうに見ていました。あの時に自分でこの後ちゃんと寝技に持ち込めるなということは、まあ、向こうがですね、自分を返そうとした時に自分はこの後寝技に入れられるなという心はもうすでにあったんでしょうかというのが1点、それからここでまあこれだけ自分よりも重い選手を任すことができたということで、今後はギャビー110キロですね、もう念頭にあるんでしょうか。寝技やってて相手がどう動くかって大体読んでやってるんで、まあ、返されることってほぼほぼないので、そうですね、まあ相手がこう押さえてたらこう動くだろうなっていうのを考えながらやってるんで、なんかなんだろう、まあひっくり返されることはないですね。で、まあ、ギャビガフシアは別に、まあ、やってもいいですけど、まあ、まあ、誰でもいいです。はい。So, regarding the Newaza, the groundwork, I always, I can read how the opponent would move when I give the pressure on them. So, I know that I would never be rolled over. And I always think how they would move if I give this pressure on them. So that's how I trust myself that I will never be rolled over. And regarding the Gabby Garcia, it really doesn't matter who I'm going to fight against. So she could be the one, but anybody is okay with me. ずいぶん柔道をやってきたことにプライドがあることが分かりましたが、では柔道をやめてなんで総合の世界に来たんですか。まあ柔道を実業団でちょっとやってたんですけど、まあ、練習環境が良くなくて、なのでなんか違うことやりたいなと思ったので、その時にキックボクシングをやってるジムがあったので、ちょっとやってみたら面白かったので、そこから始めたって感じですかね。それ何歳の時から。2年ちょっと前ぐらいですかね。そうですか、はい、今日対戦した相手は一応日本で女子プロレスの世界ではチャンピオンにもなってる人なんですけれども、その選手に対して名前負けするとか、そういう気持ちは全くなかったですか。いや、もうずっと言ってきてる通り、そんな気さらさらないです。さらさらないですか。はい。今日はリング下でカンドリーと堀田選手が見てて、それが結構テレビカメラでも狙われて、フレームで一緒にテレビ画面とかに映ったんですけど、この2人とか全く意識してないですか。別に興味ないです、本当に。むしろ私が一番目立ってると思ってるんで、はい、他の選手は興味ないんで、はい、全く興味がない。はい、興味ないですね。じゃあ やれって言われてもやりたくない。別にやったっていいですけど、私が勝つだけなんで興味ないです。なるほど、はあ、ちゃんちゃらおかしいですか。そうですね、わかりました。Congratulations in your rising debut. My question is about your experience with a big event like the Rising. Always fighters, we see in MMA, in the recent MMA, fighters calling against each other, make a challenge. Do you not want to make any challenge for you, just doesn't care about opponents? Well,
来週デビュー戦勝利おめでとうございます。でこうして今回この大きなイベントで経験を積まれたということなんですが、まあ、多くの選手の皆さんがより自分にとって厳しい相手と戦っていきたいということをよく言われるんですけれども、今聞いてますと誰でも構わないということなんですが、本当に自分よりもより強いと言われているような選手と戦ってみたいという気持ちはないんですか？そうですね、もうずっとジュエルスとか出てて私の方が必ず圧勝して勝ってるんで、私がどこまで強いのかが知りたいんで、誰でもいいですね。私よりむしろ私より強い相手じゃなきゃやりたくないですね。はい。I've been participating in all those practices before, and I know I've been winning. I've been winning overwhelmingly, so I have never lost. So I just would like to size myself how strong I am or how could I be strong. So of course I would really love to play somebody stronger than myself.